1、2、3。ここでいいから君を教えておくれ。些細なことでいいから、まずはそこから始めよう。失われた夜もいい朝、たまに何かを吐き出そう。80に走る車の音がなんだか耳障り。バケなくなってる、この旅の始まりの合図さ。これから待ってる世界、僕の胸は踊らされる。世界の真ん中で君は何を思っているの。だんだん夜更けが近づく、愛も変わらず耳障りだ。バクバクなってる、この旅の始まり。Yeah!
しまってもいいんだ感情の大の向いたままにどうなってしまってもいいんだ感情の大の向いたままにどうなってしまってもいいんだ感情の大の向いたままにどうなってしまってもいいんだ飛び出せレイリーゴール踊ろうぜ黙らない飛び出せレイリーゴール
どうも、富士ファブリックのコピーバンドです。よろしくお願いします。どうやらちょっと時間が押しているようなのでね、まあ、簡単にちょろっと喋るだけでいこうと思うんですけれども、はい、何ですかね、まあ、このフジファブリックというバンド結構ずっと好きでやりたいやりたいって言ってたんですけど、ちょうどこちらのねメグもずっとやりたい、2年ぐらい多分どっかのライブでやろうねっつってずっと持ち込んでた結果この突然になってしまったんですけれども、はい、なんか私その一番最初7年前の、自分の新入生ライブで一番最初ギターで出たんですよ。あんまりギターのイメージないのかもわかんないですけど、そうで最後でやりたいなって思っ最後ギターで締めたいなって思ってたので、まあ、ちょうどこうフジパブリックギターでできるっていうことで、でこう一人一人ねメンツをこう勧誘していった結果みんな快諾していただきまして、しかも適当に後ろの方とか言ってこうフォーム出したんですけど、鳥居から3番目にしていただきまして、本当に皆さんありがとうございます。本当に、まあ豊島がねここでただただ喋ってもあんま意味ないので、これ2曲ぶっ飛ばしていきたいと思うんですけど、皆さん盛り上がる準備できてますか？はい、では残り2曲いきます。次の曲銀河。Yeah.
らの空がふらふら動き出している確かなことが膨らむよう引き出している僕はかけらし
ありがとうございました。フジファブリックマンでした。